はい、どうもおはようございます。本日6月の22日、火曜日ですね、今10時35分ですね。はい、10時35分でございます。どこ来てるかというと、高山出てだいたい50キロぐらいですね、新穂高のロープウェイの駐車場にもついております。だいたい50キロぐらいですかね、走って、着きました。ということでですね、ちょっとロープウェイので、上までちょっと登ってみようかなと思っております。それではとりあえずどんなんでしょうね。はい、行ってきます。はい、どうも。今12時8分ですね。さっと上がってさっと降りてきたっていう感じでございます。景色だけね堪能してですね降りてきたっていう感じでございます。はい、じゃあどっかでご飯食べながらですね、白川郷の方を目指したいと思います。それでは行ってまいります。なんかね、三重県の北側って山ばっかりでね、はい、いいんですけど、ずっとこんな道でございまして、結構飽きてきますね。はい、はい、3時ちょうどぐらいですね、白川郷に着きました。探索しに行ってまいります。